ないの君たち。やめときな。あの種をばらまかれて宿り木をもらえば、かえってベルクラネルの負担になる。それはそうだけど、矢を撃つなり、さっきのレベルブーストを使うなり、方法はあるでしょ。リトルルーキー一人にあんな教科書を押し付けるなんて。ダフネちゃん、あれ。あのモンスター、魔石を取り込んで強くなったんじゃないの？なったさ。だがそれ以上に、ベルクラネルの動きが格段に良くなっている。レベルブーストを受けた時、ランクアップした体に自分の感覚がついていかないことがあります。今までのベルドナはその感覚のズレ、器と心が一致しないまま戦ってきたのではないでしょうか。まさか。ありえるぜ。とんでもない速さでランクアップを繰り返してきたんだ。感覚が追いつかないのも無理はない。仮想に来てギリギリで戦ううちにようやく噛み合ったってことかい。やれやれ、笑えてくるね、ベル様。あの時から何かが変わった。違和感が消えてる。それに力なら、あの人はこんなものじゃなかった。あの人に勝ちたい。あの人に今度こそ。できるのか。なんてモンスターじゃ。ベル様は体力も魔力も万全ではありません。長期戦になれば不利です。一撃で仕留めるしかない。ファイアボルト。付与できるわけじゃないけどな。刃に魔法を打ち込んでも拡散しちまう。ベル、お前まさか。神様。ベスト。いや、今の君を見ていたら言いたくなっちゃったんだ。僕の司る呪物の象徴であり、称号であり、もう一つの名前でもある。その名前もらいます。しよう。逃がすか。勝負だ。アルゴフェスタ。
おうか。ベル様！ベル！みんな！ありがとう。